ニュージーランドの国旗の変更をめぐる国民投票が2015年から2016年にかけて行われた。2015年11から12月の投票では新国旗案が決定され、2016年3月の投票で新国旗案を現行国旗と置き換えるか、否かが問われ現行国旗が維持されることとなった。現行のニュージーランド国旗ニュージーランドは、 英業時代の1869年に青地に左上にユニオンジャックを廃し、残りの部分を青地にしたいわゆるブルーエンサインをもとに、南十字星を意味する白く縁取られた四つの赤い星を配したものを国旗として導入し、1902年に議会によって正式に国旗と制定された。1947年の独立の際にも変更されず、100年以上にわたり、 国旗として使用された。しかし、ニュージーランドでイギリス離れが始まった1970年代頃から国旗を変更すべきとの議論が始まった。ニュージーランド原産のシルバーファーン2014年3月11日、ジョン・キー首相が現行国旗にユニオンジャックが含まれていることは、イギリスの植民地であったことの象徴であり、独立後の文化や社会を反映したものではないと、講演で指摘。 カナダの国旗にはかつてニュージーランドと同様に一部のユニオンジャックが含まれていたが1965年にこれを外しメイプルリーフ柄の国旗に変更した例を成功例として挙げ国民投票で国旗変更を問う意向を表明した。同年9月に実施された総選挙では高い支持率を維持するキー政権が対象し10月29日国旗変更の是非を問う。 国民投票を2016年に実施すると発表した。2015年2月、政府が指名した実業家や法律家、歴史家、元スポーツ選手ら12人からなる国旗検討委員会が発足し、新国旗デザイン案を公募。集まった1万292点の中から委員会が8月上旬に40点に絞り込み、9月1日に、 最終候補の4点を公表した。いずれもニュージーランド原産のシルバーファーニやコルなどシダの葉が図案として含まれているものであった。しかし国民には不評で9月24日に一旦は戦外となりながら国民から支持の高いレッドピークが5番目の候補として加えられると発表された。2015年11月20日から12月11日に かけて1回目の国民投票が実施され、その結果、シルバーファーンが選出された。これを新国旗案とし、2016年3月3日から24日に、かけて実施される2回目の国民投票にて、現行国旗と新国旗案のどちらを国旗して選択するかが問われた。2016年3月24日、国旗を維持するという暫定結果が戦艦より発表され、 国旗変更を主導したキー首相も敗北を認めた。3月30日に最終結果が発表され、現行国旗を引き続き使用するとした票が全体の56.6%、シルバーファーンへ変更するとした票は43.2%であった。なお、仮に変更することとなった場合でも手続きに半年ほど要するため、 2016年8月開催のリオデジャネイロゴリンには間に合わない見込みとされていた。有権者は以下の3つを全て満たすものに限られる。ただし、ニュージーランド国民でないクック諸島をオり、ニューエ、トケラウ、オーストラリアのいずれかの国民である場合でも、ニュージーランドに12ヶ月連続して居住したことがある場合は投票のため、名前を登録し投票することができ、永住資格は、 必要ない。また、ニュージーランド国外に在住の場合はさらに別の条件を満たせば投票資格を得る。投票用紙が郵便で送付される。このため、事前に正しい送付情報を2015年11月19日までに登録することが求められている。第1回目の投票では優先順位付け投票制が用いられる。 有権者は投票用紙に描かれた以下の5つの新国旗案について最も良いと思う案から1、2、5と番号を順番につけていく。番号は途中でやめても構わないが、番号を飛ばしたり同じ番号を2つの案に書き込むことは許されない。以降、過半数の1票を獲得する案が現れるまで最も1票数の少ない案を排除していく。第二回目の投票では、 以下の2つのうち、いずれかを国旗として使用するか選択する。2015年8月に選出された40候補のうち39については、ニュージーランド政府の公式サイトで閲覧が可能。2015年11月の投票に進んだのは、以下の5候補。現行のオーストラリア国旗100年以上使用してきた国旗を変更することに対しては、賛否両論が存在している。 キー首相が変更を推進する一方で、退役軍人団体などが変更反対の意向を示している。当初はニュージーランド国民の間でも国旗の変更に理解が広まらず、2014年11月の時点で賛成19%、反対43%とする世論調査もあった。 2015年7月に現行ニュージーランドの国旗をニューヨーク市民に見せ国名を答えてもらうという企画を地元のテレビ番組が放送し市民の大半がオーストラリアもしくはわからないと答えたことがきっかけとなり国旗変更に対する議論が深まった国旗変更の是非とは別にデザインについていくつかの批判が巻き起こったそもそも国旗検討委員会にデザインや 芸術の専門家が含まれていないことにも批判があった。4案に絞り込まれる過程で、インターネット上で支持されていた候補が相次いで残らず、特にシルバーファーンを模した案については、歯型が一概でなく、左右対称に生えていることは、植物学的には間違いであるという指摘もなされた。また、これの渦巻きには、催眠模様であるという批判もあった。 新国旗アンデザイン応募の際には、応募者は、私的財産権を含む、あらゆる権利を、ニュージーランド政府へ、無償状とすることへの同意が求められている。ただし、新国旗として選出されなかった場合の諸権利は、デザイナーに戻る。最初に、国旗検討委員会によって選ばれた40候補の、うち、最終候補に残れなかった1候補については、デザイナーが、著作権を主張したため、 2015年10月現在、ニュージーランド政府による公式サイトにデザインが掲載されていない。また、国旗は商業目的ではないため、ニュージーランド政府は商標登録は行わない。ありがとうございます。